ートステップオーバーして30分日本勝佐野直樹対ジェフ・ジャレット。クリアをレーブロックに入ったリングの中央、これは小近さん驚きましたね。ジャレットがここで足踏み。そうですね、目柄の怪我があまりないですから、はい、これは効きますよ。効きますね、はい。再三申し上げますようにこの、司会席やや高いところにありますのでよくわかります。完全にフックしております。捕まっております。サムが捕まっております。ジェフ・ジャレットがローリング、サムがロープを掴みました。ブレイクであります。実況席どうぞ。 OK, we're back。 そして今キックしてジェフ・ジャレット、ジェフ・ジャレット、 one more timeキックの連打だ。足殺しに行っている。この佐野のフライングパンサーの足を止めなければというこの意気込みを伺える。エルボークリーンドロップ、ワンモアタイムクリーンヒットしています。エルボードロップ、ちょっと佐野が顔を押さえています。顔面を押さえていますね。苦悶の表情を作る佐野直樹です。足を殺されては自分の、おっと逆に切り返して嬉しい逆転者、斜めにフックしていますが腕式逆十字完全に決まっています。足をバタつかせて苦しんでいるジェフ・ジャレット、プリンス・ジェフ・ジャレット。さあこうしていただけるとよくわかるでしょう。おっとそのジェフ・ジャレットにキック一戦、オープンタイム、お客さんが沸き出した。怖い赤コーナーを追い詰める、負けてはいないです。切り返してきますジェフ・ジャレット。さあラフファイティングになってきた。ここから試合が面白くなっていく。飛び越えた。そしてオーライショルダーズラックスドッグキック、場外転落、サードのトップだ。そしてトップロープを伺う、いくぞダイゴブレイブスマッシュキック、コンヒーロートペコンヒーローがスマッシュヒットです。サードの青木ルチャの戦いが出てきましたね。出てきましたね。いやあのね、自分の攻撃で完全にリズムに持ってきましたね。こういう戦いを待っていたんです。飛んでくれました佐野直樹、そしてそれを受けて立ったジェフ・ジャレット、今リングの下です。どうですか向こう正面、内アナウンサー。はい、両選手とも苦悶の表情ですが、この SWS では両者リングアウトありませんので両選手上がってきました。ボディースラム、さあどうだ、今度はロープ最上段か。ロープ最上段に上がる、ボディープレス、強烈、ちょっと外しました。いや外しましたね中野さん。はい、松本さん、ザムさん、お腹にモロが立っちゃいましたからね。でもさっきのすごかったですよね。はい、さあどうでしょうか。今度はジェフ・ジャレットはロープ最上段、モロとしている中野が、モロとしている。あ、逆に入りましたよ。逆に入った、はい、激しい攻防、非常に激しい攻防です。実況席お返ししましょう。 OK、 さて今トーバックルに切り返した佐野がトップロープから、ファンシャルフライ、アウトラリアットも切り返して飛びつき腕中心の体勢だ。こらえるこらえるこらえる、危ない危ない。あー飛びつき腕中心、ジェフ・ジャレットが勝ちを決めました。クリスフックの形ですからね、はい、今ジェフ・ジャレットが佐野直樹を飛びつき腕中心でスリーカーのビーフォールを奪いましたが、納得がいかない、納得がいかない佐野直樹。ワンポイント惜しかったですね。惜しかったですね。いや、いい試合でした。はい、今の試合佐野直樹がジェフ・ジャレットに敗れた一戦でした。さて これからの模様司会席に返してみましょう。司会席の杉浦アナウンサー。はい、キューティーさん、今の佐野とジェフ・ジャレットのシングルマッチ、とにかく技が数々出ましたね。いろいろと見てて非常に参考になったでしょう。私の体が小さいんで、ああいうあのスタイルの方のことをすごい尊敬してるんですけども、はい、私もああいう風になれたらいいなと思うし、う本当にこの試合は勉強になりました。はい、